韓国の皆さん、こんにちは。ファイナルファンタジー14でメインシナリオライターを担当しております、マヒロと申します。メインストーリーをはじめとした数々の、ストーリーを、ライティング、および、ゲームに実装しております。そうですね。バンシン・バハムートという、世界を滅ぼそうとした魔物がいるんですけども、そのバンシンの覚醒から5年が経過したエオルゼと呼ばれる世界、大陸が舞台の物語となっています。で、プレイヤーの皆さんは、光の戦士と呼ばれる、英雄の一端となったですね、冒険者と呼ばれるとなって、様々な人と触れ合って、広い世界を冒険していきます。で、前編を通して、ファイナルファンタジーシリーズとして遜色のない、ストーリーと、それを膨大なカットシーンで描いておりますので、ぜひ楽しみにしていただければと思います。そうですね、ファイナルファンタジー14、一言で言うとするならば、もうぶっちゃけゲームです。なんだかんだ、いろいろ、例えば、スカルシムだとか、ストーリーだとか、グラフィックだとか、いろいろあると思うんですけども、我々としては、やっぱりゲームとして、皆さんに楽しんでいただくことが全てだと開発しておりますので、もう一言で、やっぱりゲームと、はい、言わせていただきたいと思います。ようやく韓国の皆さんにファイナルファンタジー14をお届けすることができます。我々も全力で作ってますし、楽しみにしてくださってる方々もいっぱいいらっしゃるとは思うんですけども、困ってる方はもう気にしないでいいです。もうとにかく、ファイナルファンタジー14を、MMO のロールプレイングとして、もっと楽しんでいただければ、もう僕たちにとっても、それが一番の嬉しさなので、まずは楽しんでやっていただければと思います。次のインタビューか。サウンド、シナリオと来ているので、次、そうですね、キャラ行きましょうか。キャラのリードやっている鈴木武雄でお願いします。